アカハシギンカモメは、千鳥目カモメ科に分類される鳥類の一種。比較的小型のカモメで、赤いくちばしと足と先端の黒い淡灰色の翼を持つ。性差はほとんどない。ニュージーランドで普通に見かけられるカモメの中では、本種が最小であり、現在の個体群数は50万羽と推定されている。オーストラリアのギンカモメとよく似ているため、最近まではその亜種と考えられていたが、近年の研究ではそれほど近縁ではないらしいとされる。アカハシギンカモメの行動パターンは他のカモメのそれと変わらない。死骸を砂取り、他の鳥の獲物を奪うこともある。現在では多くが市街地に住み、ゴミを砂取って接触する。大きなコロニーを作って繁殖し、一度つがいを形成すると数年にわたって同じペアが持続するが、ペア以外の個体との交尾も起こる。求愛給餌は交尾に至るまでのプロセスの重要な要素となっている。Larus scopulinus Hatt Shirihai H. A Complete Guide to Antarctic Wildlife おい、フィンランド、アルラプレス。ありがとうございます。